今度はスイカかぼちゃラージチェスト100チャレンジかな。バカバカバカ、ビートルートでもラージチェスト100個分は無駄だったのに、さらに手に入りにくいスイカとかぼちゃをそんなに貯めるわけないでしょ。まったくだよな、この動画は無駄なことをするのが目的じゃないっていうのにな。そんなことしませんからね。ということででかい畑を作りました。やりすぎなんだよな。こういう大きいことをするといいって、両つべアカデミーで書いてあったからな。近くで見るとこんな感じ。スイカとカボチャが交互にあって、ちょっと気持ち悪くないか？そうですか？個人的には気に入ってるんですが、お前こういう華やかながら、好きじゃないと思ってたんだけどな。うん？華やかに見えるから交互にしたわけじゃないですよ。え？じゃあなんでこんな目に悪そうな配置にしてるんだ？そりゃまあ、早くカメラ動かしたら違う色に見えるからですね。たまに両つべのコメント欄で見るやつ。まああとは単純にカントリーマームに見えるからですね。ということで今回は今何回月内完成の差を感じたんだけど、この畑の自動化をやっていこうと思います。うーん、無駄、偉大なる無駄ですね。ということで今日もマインクラフトやっていきましょう。まずは湧き潰しからです。最初からしとけよ。これをしておかないとスイカとカボチャの上に敵が湧いて農地を踏み荒らしてしまい、あ、間違えました、地ならししてしまいますからね。とりあえず今何にハマってるのかはわかった。まずは水源にハーフブロックを設置、その上にランタンを設置していきます。このチャンネル光源のランタン率高くないか？松明使えよ。いや、ランタンの方がエフェクトでなくて負荷がかからないでしょ。あ、そういう見方。これをまずすべての水源の上にしていきます。これで畑の方は準備完了。早速回収機構を作っていきます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんなのにスポンサードされてることに恥じろ。まずはシャーシをセットして、そこに接着剤を塗布、そこにドリルをセットします。あとは下に向けて、これで OK です。ドリルは垂直にセットしても稼働するんだな。確かに平行じゃないと動かないと勘違いしがちですが、これでも動いてくれます。仕組みはわかりませんが、確かになんで上下もしないのに回収できるのか。これを全部のレーンにセットしていきます。これだけ回数をこなせば、最後の方はもう目をつぶってでもできます。嘘つ。それが嘘かどうかは別として、ミスすることなく作ることがミスすることなくできます。今間違えてドリル壊してましたよね。ちょっと台が狭すぎるのでもう1ブロック追加します。そしたら上に接着剤つけて、まずはラージチェスト。ラージじゃないとこの広さは回収できないかもしれないからな。スモールでも、まあいけないことはないと思いますが、念のためというやつですね。で、この設置方法だと多分しっかり動いてくれませんね。そうなの？このはみ出たチェストの部分、これが引っかかると思います。なのでチェストの設置は後回し、まずはインターフェースの設置からしましょう。インターフェースはアイテムを交換する大切なブロック、これはしっかり計画的に設置しなければいけません。今回はスポンサーさんには申し訳ないですけどね。あやスポンサーけれ。映像ではインターフェースの再設置を行っていますね。やっぱまだスポンサー続いてるじゃん。困ったな。機械同士の幅が狭いせいで結構作りにくい。そんなこと言ってたらスポンサーに怒られますよ。いや、このチャンネルスポンサーとかないから何言ってんの。こいつ。ということでこんな感じになりました。なんか玄関開けたらいる人に見えてきた。今回はちょっとわかる。そしたら空いたところにチェストを設置します。結構チェストが場所を取るな。言うて保管場所ですからね。たくさんブロックを使うのも致し方なし。はい、こんな感じです。なんか機械感が強くなってきた気がする。次は機械を動かすためのガントリーシリーズです。これがないと動かないから、ガントリーシリーズも大切だな。なんかこういうのってさ、結局全部大切なんだからいちいち大切とか言わなくてよくないって思いません。なんか急に変な話に入っていったぞ。今日もいつものレッドストーン不足、頭が痛くなっちゃうよ。ということでちょっと本腰入れて、少しがっつり村人のことを調べてきました。さっきから言葉の矛盾がすごい。聖職者からたくさんレッドストーンが欲しいのでね。あと農夫も増やしてエメラルド交換をどんどんしていきたい。ということで食用ブロックを作りました。これでいいのかな？無職の皆さん、お仕事ですよ。
ガンガン転職していってるな。なるほど、こういう仕組みなんですね。理解してしまえばこっちのものです。交換上限に行ったとしても、この職業ブロックで補充するんだな。前回交換拒否されたのは村にあるコンポスターを全部壊したから、ということらしいです。とりあえずこれでまたビートルート交換がはかどります。その次は聖職者用の醸造台、これも設置していきます。あのキラキラが補充した合図なのかな？無職の村人もわらわらここに集まってきてますね。これでどんどんレッドストーンと交換できます。それと修繕エンチャント交換してくれる村人を手に入れるため、本棚もセット。これで秘書になって、修繕エンチャを交換してくれる、かもしれないということでした。まさかのガチャ要素かよ。ただ村人がいろんな服を着てくれるので、ちょっとは華やかになった。かな？あと道具防具武器職人用の職業ブロックも設置しておきます。この職人たちは最終的にダイヤ装備を交換してくれるらしい。太っ腹すぎてこの村の財政が気になる。ただもうすべての村人が何らかの職に就いたので、この鍛冶師になってくれる村人はいませんでした。もっと別途を増やして村人を増やさないとな。とりあえずこれでエメラルド交換がウハウハ、レッドストーン交換もウハウハ、一人でこの村の経済を回すことに成功しました。金の見えざる手じゃん。これでガントリーシャフトがたくさん作れます。地下に行かなくてもレッドストーンが手に入るっていうのは結構ありがたいな。ちょっとだけ足りませんでした。こうなりました。ガントリーシャフトがつくだけで結構存在感が違うな。とうとう自動化が始まるなって感じがします。畑の中から見てみると、より自動化っぽさが増してきます。あー、今からこの棒を使うんだろうなーと。そういえばまだ試しで動かしてなかったこと思い出す。思いつきで組み立ててたから、ちゃんと動くかはわからないのか。理論上は動くというやつですね。ということでハンドクランク持ってきました。これで試しに動かしてみましょう。おい、インターフェースしか動いてないぞ。あれおかしいな。問題なく動くはずなんだけど、別におかしいところもない。と思うんだけど。ダメみたいですね。で、おそらく問題はインターフェースの設置場所にある、と思います。それを考慮して、インターフェースの場所を変更します。場所はドリルの真横になります。まるで最初からそこに設置すべきと言わんばかりのフィット感。で、これに対応するためにもう一つインターフェースを設置します。これがないと回収したスイカとカボチャが倉庫に入らないからな。そして壊します。もはや伝統芸。これは下に向けて、受け付ける方は地面に埋めた方が、説明は省きますがこっちの方が効率が良さそうでした。あとはその隣に溝を作ります。そしたらその溝にベルトコンベアを挟みまして、インターフェースにシュートをつなげます。これで回収されたスイカとカボチャがコンベアに流れるんだな。これで回収部分は一区切りしたので、次は機械の動力です。今回は、前回使った仕組みをそのまま流用します。ここにしまし、ここにしよう。今変な無駄な映像が挟まってなかったか？ということでレッドストーンコンタクトを、こんな感じにセットしました。真正面から見るとこんな感じです。この二つが一セットですね。そしてレッドストーンの配線を行います。基本の型はこんな感じ。毎度おなじみ適当回路。動けばいいんですよ。動けば。そういえば今回の移動の仕組みのコンパクト版を作ってました。参考にする方はこれをまずコピペしてください。そしてサクッと回収所も作りました。カボチャはそのまま保管でいいけど、スイカは一回固める作業があるのがちょっと面倒だな。ちなみにこれを作る作業で一番面倒だったのは、地面掘ることでした。地上に作れよ。あとはチェインドライブでそれぞれの機械に動力を送る準備をしまして、動力を作るだけです。このチャンネルの動力といえば、あれしかないですよね。まさか。はい、皆さんご一緒に。そんでか、角消し。それはもう商品名じゃん。角消しを知らないという方に説明しますと、使いやすさを犠牲に消しゴムの角が使い放題になる消しゴムです。これ買っても絶対最後まで使わないよな。あとはシャフトをつなげれば稼働開始。それじゃあ皆さんいいですか？それでは、稼働開始。
問題なく動いていますね。それぞれの機械もエラーなく稼働できています。なんか見てて面白いなこれ。やはり自動化。自動化がマイクラの真骨頂です。いやそれは人それぞれだと思うけど。最初はこんな大きな畑、絶対エラーが出ると思ってたんですが、意外や意外、そんな大きな問題なく完成できました。これもひとえに私のクリエイト力が上がったからでしょう。上から見ると、その大きさに結構驚かされます。ほとんど風車のせいだけどな。いいですね。こういう機械はずっと見ていられます。いやこの映像だけが流れるモニターだけがある部屋に一生住み続けられるんだな。いや怖、発想が、こっちの回収場の方も問題ありませんね。問題ありませんね。いや詰まってんじゃん。いやー、この畑の生産量舐めてましたわ。まあスイカの加工が間に合わない。一応フル稼働してるんですがそれでも全然加工が追いつきません。なので次回、この回収場の改装をしたいと思います。ということで、今回はここまで。チャンネル登録はお済みですか？また次回お会いしましょう。